FX オリガルヒの皆様じゃあ今回は2月5日から2月9日第6週を見ていこうかと思います経済指標カレンダーですね、えー、まず月曜日なんですけども朝9時からいきなりパウエルさんの発言がありますまあこれによってねまたあの新しい方針が出るってことはありませんので円安に向かうそのベクトルは変わらずということです長期金利の利下げをしないよってことをね繰り返しお話しされるんだと思いますね それ以外のことを言うわけがないと思いますので先週に引き続いて、まあ、理事会の発表ということになります。でずっと追っていくとあとは24時に非製造物なんとかかんとかっていうのが出ますけどもまあ通常私たちには関係ないかなということころですね、えー。ということなんで月曜日はですねまあ一応午前中はパウエル発言がどのぐらい波数を伝えるのかということは見なければいけませんけども。 まあ150円あたりまではまだ円安に向かう余地がありますのでねそれを勘案して相場の方全体的に見ていこうと思いますで金曜日の反動もありますからねはい、えー、それで火曜日なんですけども火曜日はニュージーランド球場以外は大したニュースがありませんはい火曜日もテクニカル通りに行けると思います結構穏やかな第6週になりそうですねそして水曜日水曜日もトレードしやすいと思いますよほら これといった材料ありませんからねで木曜日も大したことはないんですよ、うん、木曜日もそのままいけると思います。で金曜日をどうかっていうと、金曜日、これまたね、何もないですね、えー。ということでね、結構利益の出しやすいテクニカルトレーダーにつきましては、あのこの第6週っていうのはね、えー、利益をため込んでおく週になると思います。おそらく2月は後半の方に材料が集中しますので、えー、第4週とかはね、稼ぎたく、稼ぎにくくなると思いますので、 第4週っていうか、これで言うと、第11週かな第10週か。まあ、どちらにしても2月の後半というのは稼ぎにくくなると思いますので、1週間目と2週間目にね、精進を絞ってしっかりと儲けていきましょう。特に日本は12月月あ、12日月曜日と23日金曜日は休日になりますのでね、えー、トレードができませんので、まあ、できないことはないんですけども、やらない方がいいと思いますので、えー、なおさら1週間目と2週間目、2月のですよ。 第6週目と第7週目って言い方の方がいいですかね。こんがらがっちゃいますね。<laughs> そちらの方に重点を置いてやってみてください。それでは。